まあ、岡敦史先輩というのがいたんで、偉大な先輩がいたからね、いたんで、まあまあ、そう、まあ真似して走ればいいんだなとか、あ、まあ、ついてこの人についていけばいいのかみたいな。アンダーのシクロの1年目はどうだったの？1年目は2位ですね。コータプロ、横山コータプロに負けましたね。はい、最後の最後まで、まあ、もつれてましたけど、まあ、まあ、もつれてたったら、まあ、旗から見たらもつれてたかもしれないですけど、完璧な、もう、格差というか、は、うん、ギャップはありましたよ、ね。あ、まあ、ついてったみたいな。2人で一緒に走ってましたけど、まあ、余裕のあれが違うというか、まあ、向こうは余裕で、こっちはもう精一杯でって感じで、まあ、最後負けましたね。やっぱり、そのロードレースを始めたことによって、まあ、その、まあ、前までだったらついていけなかった選手についていけると、まあ、パコパコだったですけど、まあ、結果的に、まあ、最後の方まではついていけてたんで、まあ、それはそれでプラスになったというか、まあ、確実に強くなってるなと。だからね、ひじいさんのね、すごい、まあ、自分の持ってるイメージっていうか、いいイメージなんだけど、もう結構、なんか見て、旗から見たら、これ、完璧に負けたなと思っても、結構ポジティブだよね。そうですね。もう、あ、けっちょんけちょんにやっつけないと、なんか、俺、まだいけるよみたいな、なんか持ってるよね。そうですね。次は負けねえぞ、まあ、次は負けねえぞとは思ってますね。あ、そこ大事だよね、でもね。で、まあ、翌年はもう、ロードはアンダー1年目か。そうですね、アンダー1年目でしたね。どうでした？全日本選手権。まあ、全日本選手権、どこやったんでしたっけ、アンダー1年目は。青森かな。青森です。はい、青森です。まあ、あれはもう、あれもコータプロが勝ったんですよね。まあ、青森どうでした？ダメでしたね。集団にも残れず。集団にも残れず、完走もできず、ジャージを裏返してゴールまで行ったという、はい、悲しい結果でしたね。そんなこともありましたね。なるほど。でも、それで負けた時もでも、あら負けねえぞと思ったんでしょ、次は。そうですね、まあ、あの時はでも結構答えたよね。答えましたね、もう、あ、アンダーに上がるとレベル高いんだとは正直思いましたし、あ、このままじゃダメなんだとは思いましたね。はい、それでまあ練習とかもやっぱりちょっと姿勢も変わってきたのかな。そうですね、だいぶまあ通用するというか、まあ、あの時はまあそのロードレースもエリートツアーだったんで、まあそのエリートツアーの現状に満足してたというか、まあエリートツアーで、まあ、そうですね、あの年はまあエリートツアーで、まあ、ロードレースは1回も勝ててなかったですけど、うん、まあ、クリテリウムは3回勝てて、うん、まあ大丈夫だろうとか、うん、まあ、そういうちょっと甘い考えというか、まあ、やっぱりエリートツアーとプロツアーというか、うん、まあ、まあエリートツアーとまあ学連も違いますし、うん、まあ、正直競技レベルがアンダーの選手に達してなかったというか、うん、って感じでしたね、うん、はい、でその年のシクロクロスは優勝しましたね。あれ、はい、延山は優勝しましたね。はい、あれはもう記事のレースだったね。そうですね、まあ、スタートから、ね、はい、まあ、完璧でしたね。完 璧, た、はい、完璧なレース運びで、あのペース、あの感じになると記事は行くよね。そうですね、まあ、安心して、まあ、俺は今日は勝つわっていう、はい、安心の勝ち方で、安定だね、苦手なコースでね、はい、勝ちましたね。で、まあ翌年になって J プロツアーですね。そうですね、はい、まあ J プロツアーはまあいきなり、まあ、修善寺に、あれ修善寺、そうですね、沖縄チームとして行かなかったんで、はい、まあ、修善寺2戦が開幕戦、チームとしての開幕戦で、はい、自分としては初のプロツアーという。あれ落車かなんか、いや落車はしなかった、僕は2日ともギリギリ完走した、はいはい、もういいき頑張って生き延びたみたいな、はい、もう感じで、OK だったね、はい、ギリギリ完走、最低ラインの完走はしたという。でもやっぱそこではもう10エリートツアーとの違いはもう完全に、そうですね、だいぶ感じましたね。あ、こんな違うんだと思って、やっぱり身をもって感じたというか、はい、あ、まだ通用しないと、はい、まあその走り方とか云々とか、まあ、そういう以前に、まあ、力が足りない、フィジカルが足りないという、レースがアップしないとダメ、はい、って思いました ね、 なるほどね、はい、まあでもまあそれはまあこのスタッフ、まあ、自分とか彼にコーチは分かってたんだけど、うん、まあ、でもいきなり行ってもしょうがないからね。そうですね、まあ正直、まあ、あれは、まあ、あれはまあ、あれはあれでいい経験だったというか、順序というかステップアップはしてたね、はい、まあ、あれがなかった、まあ、ああいう経験も必要なんだなという感じで受け入れましたね。でその冬のシクロクロスは、まあ、惨敗で、はい、あれは何だったんですかね、今だから言える、いや今だから言える、ただ単にまあ気負ってたっていうのもあるし、はい、まあ絶対に勝てるとも言われてたんで、まあ、秋の、
牧野ですね、お雪の山牧野さん、まあ、あの時はもう、あの時にはもうすでに、まあ、エリートで走ってもだいぶ前の方でゴールできるようになってて、はい、まあ、だいぶ自分の中でも勝たなきゃいけないっていうか、まあ、勝たなきゃいけない、ぶち切って勝たなきゃいけないとか思ってたんで、あれ飲まれてたんかね、やっぱり、はい、まあ、あとそれと、まあ、雪で、あ、まあ、雪が苦手というかっていうのもあって、まあ、結局ズブズブに沈んだ全日本という、そうだね、はい、まあ、レッシュにこう自分を取り戻さなかったよね、はい、まあ、心折れて折れたまま終わりました。あ、はい、まあでもそれはもう本当リザルト的には7位とか8位、8位だったと思う、はい、ね、はい、まあしちゃんちゃんって、いい試練のね、はい、もう忘れたい全日本すなくしたいもの、はい、ナンバーワンかナンバーツーぐらいに入ると記憶から消したいです。はい、まあその後に今度はまたロードの全日本ですね。そうですね、これはどうでした？修正、えれ、その全日本は青森の後、青森の後はあれですよね、増田ですよね、青森の全日本やって増田か、野辺山やって増田やって牧野さんも、なんで、まあ、そのまあジブズブに沈んだ全日本の前の全日本ですよね、うん、まあ増田は増田で上りでちぎれていきましたね、うん、あれはまあ、いやいや、じゃあそのアンダーに上がって、アンダーに上がって年齢の増田ですよね、あれ増田です、はい、あれも完走してないです、はいはい、最後はゴールは石上さんのゴールをゴール見守ってました。まあその時はまあまあ、前の年青森よりかは良かった、青森よりかはだいぶ良くなって、まあ、まあ調子もまあ J プロツアーでまあ着れるようにはなってきたっての全日本だったんで、まあいけるかなと思ってたんですけど、まあちょっとスタートからまあ160キロ近くのレースを初めて走ったというのもあり、あ、まあダメでした、最初からちょっと頑張りすぎたというか、まあ動きすぎたね、はい、まあ、前にいようとするのに足を使ってしまってたというかね、はいはい、なんか、まあ、見た感じはね、いやーと思いながら見てたけど、まあ、後ろにいる時も足を使って、あ、まあちょっとまあこれもこれで失敗ですよね。はい、まああれはあれで、はあって感じですけど、まあでもそれが失敗はね成功のもとなんで、はい、なるほどね、はい、でそれが終わった後に牧野の全日本で、で去年ですよね、あ、そうだ、去年、去年は富士スピードウェイですね。これはいよいよ、これはいよいよ今まで完走しなかった、はい、今まで完走しなくて、まあ、初めて完走して、まあ、6位になって、あ、はい、まあ、あれはあれで、まあ、まあ、よかった、よかったっつったらあれですけど、まあ、初めて完走できて一安心っていう感じ、うん、でもさ、それはさ、なんでそれが急にできたと思う、急にじゃないね、やってて、まあまあ、フィジカルも上がってたし、ね、レースも見えてたしっていうことだ、まあ、レースも見えてたし、まあ、天気も味方してくれたというか、まあ、あのスリッピーな路面、あのスリッピーな路面で、まあ、雨で、視界も悪く、まあ、気温も低くて、まあ、ちょっと暑いのがまあ苦手なんで、まあ、ちょっとまあ、涼しかったというか、うん、まあ、でだいぶ、まあ、落ち着いて走れてましたし、で、まあ、距離も100キロとか短くて、まあ、あの時は多分距離が160キロだろうが多分大丈夫だったと思いますけど、まあ、でも最後のゴールスプリントの時にはついていけなかった、最後の、そうですね、あれはついていけなかったですね、やっぱ、まあ、あと、まあ、まあ全日本で一番、まあ、一番というか、まあ悔しかったっていうか、まあゴールが見えてたんで、1位が全日本のジャージが見えてたんで、まあ、まあ青森と増田は正直見えてなかったんで悔しいとも思わない。全く、ああ、まあ、あの時には自分も全日本狙えるんだとは思いましたけどね、ロードの、あ、そろそろロードの全日本チャンピオン取りたいですって目標に書いていいんだと思って、はい、まあ、それまではもうそんなことは書けないです、まあ、してなかった、はい、ロードの全日本チャンピオン取りたいというか、全日本で優勝したいとかもう書けないというか、書、ね、けても全日本完走とかだったんですけど、まあ まあもうね、やっともう完走してシングルリザルトってね、はい、で、すみません、もうで来年の目標はっつったら全日本チャンピオン取ることですって、あ、まあ、はい、まあ、ちゃんと言えるというか、なるほど、はい、まで達したかなと、言っていい場所まで立ってたかなとは思います。土俵に立った。言っていい土俵いたしました。全日本優勝という、こんな軽く発言しちゃいけない言葉を、やっと発言できるようにはなりましたけど。
でその年の、まあ、この間の、まあまあ、この間というか12月か、はい、四国ですね。そうですね、ちょっと遠かったですね。遠かったですけど全日本、はい、これはね、うん、見事奪還。そうですね、これもスタートからバッチリ。それはあれもスタートからバッチリ いけましたね、はい、もうどん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 後続とのタイム差を広げて、はい、そうですね、完璧な完璧なレース運びで、はい、まあ、あれはもうコースが味方してくれて、あ、まあ、まあスピードコースだよね、はい、スピードコースで、まあ、まあコースもよコースもまあ自分に合ってましたし、うん、まあ、コンディションもバッチリでしたし、まあ、四国まで行って手ぶらで帰るわけにはいかないという。しかも、まあ、なくしたものを取り戻されたね。はい、そうですね、もうアンダー4年目で最終年で、もうこれで忘れてたらアンダー 5年目入っちゃうところでした。危ない危ないと思って、もう本当に、まあ、あの時はもうあの時もだいぶ調子も良くて、うん、はい、まあ、ずっとUCI レースとかも結構、まあ UCI、まあ、勝てコンスタントにまあ勝てるよというか、うん、まあ、もう日本人最高位を、まあ、浩平さんがいなければ取れたりとかする、まあ、レベルまで達してたんで、まあ、ヘマさえしなければという、まあ、感じで、まあ、落ち着いて走れて、う